はい、どうも皆さん、こんばんは。えー、今回はですね、辻ヨ太選手に関してのお話をね、していこうと思うんですけど、まあ、この辻選手ね、えー、現在、レボリューションピューレスリングっていう、こう、イギリスの団体に、海外遠征をしているわけなんですけど、まあ、そんなね、えー、まさにイギリスのレボリューションピューレスリングで、えー、先日、ロギャルクエスト2っていうね、えー、こう、新日本ペースさんが主催する大会が行われまして、まあ、これが本当につい先日ですよね、配信が開始されて、まあ、もちろんね、早速全部 見てみたわけけなんですけど、まあ、その大会全体の商標で言うと、まあ、そのサプライズというものはほとんどなくて、まあ、その純粋に新日本ピューリスとあとレボリューションピューリスリングの、まあ、試合内容で、えー、攻めた印象かなっていうふうにね、えー、思いました。まあ、そのジョナ選手がね、まあ、その飛行機トラブル、確かサイクロンかなとかの影響で、えー、来れないなんていうふうなアクシデントもあったりしたわけなんですけど、まあ、その現地のファンというものはね、 えー、新日本プレスの試合内容にね、えー、非常に大盛り上がりしてましたし、まあ、解説のね、あの、グレート・オーカー選手も非常に面白かったので、もしね、えー、まだ見ていない方いらっしゃったら是非、ね、ぜひね、この大会見てほしいかなっていうふうには思います。で、そんなね、まあ、ロイヤルクエスト大会唯一の、まあ、サプライズと言ってもいいのが、えー、今回まあお話しします、えー、辻洋太選手の話になるんですよ。で、本来は、あの、ジョナ選手がね、えー、出場する枠だったんですけど、そこに、まあ、ジョナ選手がこう、急遽ね、えー 来れなくなってしまったので、そこで急遽決定したのがえー、まあ。その10月2日に行われた、えー、辻亮太選手 vs 石井智弘選手のねえー、戦まあ、この一戦がねまあ、この一戦を見て思った。まあ、今現在の辻選手に関しての感想なんかをね。ちょっと話していきたいかなっていう風うに思いますので、えー、ぜひね。最後までご覧ください。では、早速ね。本題入っていきましょう。 で早速本題なんですけど、まずですね、これ10.1ですね、ロイヤルクエスト2の初日の方で、その石井選手と岡田選手組というのが、こう見事にね、えー、勝利を収めた後に、まあ辻選手というのが、こうなんかめちゃめちゃね、こうニヤニヤしながらやってくるんですよ。で、なんか例のね、えー、人風のこの和の衣装でやってきて、まあ明らかにこう石井選手に対して、まあこう舐め切った表情で、なんかこう石井選手にちょっかいを出すわけなんですよ。 で、現在、この辻ヨ太タ選手っていうのは、あの、例のギデオン教にね、誘われる形で、レボリューションピューレスニングのヒール軍団、ま、ザ・リージョンっていうね、グループに加入していると。で、過去にはね、このリージョン、オーカーン選手もね、在籍していたこともあって、その解説のオーカーン選手というのも、もちろん、リージョンにね、この辻ヨ太タっていう、ま、ヤングライオンがね、入ったことは認識しているけど、でも、その直接ね、会ったことも話したこともないってことを、ま、今回オーカーン様がね、説明されてましたね。 まあそんな、えー、リージョンに入った辻選手というのが、えー、10.2で当初予定されていました、えー、ジョナ vs イシー VS 石井とぼひろの試合の、えー、このジョナ選手の代わりに、まあ、今回石井選手とね、えー、シングルマッチで対戦するということだから、これはもうワールドでは、えー、外戦してからおそらく初めて、えー、辻良太選手の試合がフルで全部見れるということなので、まあこれは楽しみと。僕もね、この試合結構ね、結構とかも一番ぐらいにね、楽しみにしていたんで、実際にこう見てみたわけなんです で結論から言うとですねこれね とてもいい試合でした。この10.1と同じようにね、まあ相変わらず本当にもうニダニ出した、え、不敵な笑みを浮かべながらまず辻選手が、え、入場してくると。もう長い髪をこう、髪留めでね、え、束ねている姿なんかもうなんかどっか気品を感じるような、佇まいなんですよ。で、その、ただやっぱそのイギリスでもね、やっぱ非常にこう、石井選手というレスラーは、え、高い人気を誇っていると。で、現在やっぱ辻選手というのは、まあリージョンっていうヒール軍団にいることもあって、まあその現地のお客さんの、 現地のお客さんの反応はもう完全に石井選手よりの声援とか拍手とかコールが多いと。まあ、そんな2人が実際にこう試合が始まるわけなんですけど、まあ、序盤は本当に石井選手らしい完全にゴツゴツした試合展開で。 え、始まると。で、辻選手もね、こう、もともと体格が良かったんですけど、なんかよりこう、体がね、えー、大きく分厚くなっていて、まあ、石井選手に全くこう、当たり分けしていないと。そして、まあ、強烈なね、えー、逆水平チョップを連発して、そして、なんかこう、石井選手の頭を叩いて、もう完全にまあ、挑発してるわけなんですよ。あの、ヤングライオン時代からね、結構辻選手って、まあ、ヤングライオンらしからぬ、え、貫禄があったなってうふうにも思っていたんですけど、もう今となっては、あの、貫禄どころが、あの石井選手を完全にもう下に見てると、 え、小馬鹿にしたような感じで、本当になんともこう、ふてうてしい、え、態度と表情をしていると。 まあそんなね、中でもやっぱ石井選手のこう猛攻に徐々にまあ押され気味になってくるんですけど、なんかこう石井選手からはね、こどうしたヤングライオンっていう風な、まあこう最大の挑発を受けると。そしてやっぱり辻選手もそういう言葉に怒って、もう二人でこう激しい張り手の連発になるわけなんですよ。で,で辻選手がショートヘッドバットでね、こう完全に石井選手の動きを止めるんですけど、まあ石井選手も逆にジャーマンで切り返すと。 で、その後ですよね。その後に、こう、辻選手が、まあ、驚きの、えー、背面飛びでのトップロープを超えての、まあ、場外ダイプをやるんですけど、これが本当ね、なんか、オスプレイ選手とかがやるような、えー、技を、あの、がっちりした体格の辻選手が、まあ、披露すると。 そして、ヤングダイオン時代ではこう使用していなかった、ルまあ、こうルチャノの技とか、あとまあ蹴り技とかもね、対応していって、まあ、スピアとかもね、決めたりして、まあ、最後までね、こう石井選手を追い詰めるんですけど、まあ、最後の最後はこう石井選手をね、えー、垂直落下式ブレンバスターで見事にこう石井選手が勝利を収めて、つ選手はね、えー、惜しくも敗れ去ってしまったというのが、えー、今回ドイヤルクエスト2の10.2で起きた、えー、シングルマッチだったわけなんですよ。 というわけでね、ま、こう、辻選手、残念ながら、ま、石井選手にはね、え、敗北してしまって、ま、その、大川選手というのもね、まず、あ、やっぱ結果が全てだからってことで、ま、辻選手を、え、完全には認めていないことを発言されていたんですけど、ただやっぱ今回のこの試合内容からも、 現地のお客さんとか、会場からはもう大拍手と大歓声で、あの二人の検討をね、やっていたわけなんですよ。ではいで。まあこの試合をね、実際に見て僕の思ったことっていうのが、まあ石井選手はやっぱ相変わらずね、非常にこう、まあ安定してるというか、もういつも通りの名勝負製造機の石井選手なんですけど、鶴選手がね、本当に成長したというか、そう、ヤングライオン時代に全く見せていなかった技とかを多用したり、とにかくね、あの幅が、 あの、広い印象を僕はすごい植えたんですよ。で、まあで、その石井選手の試合って基本的にやっぱゴツゴツした試合になることが多くて、もちろんそういうゴツゴツした試合もできますし、あとはまあヒールらしい、こうすごい憎たらしい表情とかもできるし、あと鋭い蹴り技とかもできるし、まあ、こう、ルチャみたいな動きもできるし、しかもあの体格で、えー、飛ぶこともできると。で、本当何気にね、なんかこう、一番なんかオールダウンダー的な、えー、プロレススターになってるっていうのが、結構僕は個人的にね、驚きました。こんな、え、辻選手がね、えーこんな ななで、えー、すごい、ね、ここはびっくりしましまたねであと、おそらく、ここから、まあ、技をね、絞っていくんだとは思うんですけど、まだこう、海外遠征1年目で、まあ、この豊富な選択肢ですよね。ゴツゴツした試合もできるし、えー、ルチャもできるし、飛び技もできるとか、そういうなんかいろんな選択肢持ってるのは、やっぱりすごい大きいなっていうふうに思うんですよ。で、やっぱですよ。ただ、まあ、やっぱり一番驚いたのは、あの、背面飛びの場外ダイブ。あれね、実況解説の方もね、えー、絶句されていたんですけど、あれね、新日本 プールスでもやるレスだって多分今オスプレイ選手とかファンタズモ選手とか本当一部の身体能力に優れたハイフライヤーしかやらないしできない子、できないって印象はあるんでそれを完全ヘビー級体系の辻選手がやっていたっていうのが本当にインパクト強いなっていう風にね思いますね今後も使っていくのかどうかわかんないんですけどこれ隠し玉として持っておくとかなりインパクト強いかなと思いますね ま、もともと僕、辻選手に関しては正直、あの、ヤングライオンの中でも結構期待していたんですけど、まあ、今回試合内容を見たらね、より期待できそうだなっていうふうにね、ちょっと改めて思いました。そして、やっぱその表情とかもそうですよね。リージョンっていうヒール軍団入ってから、まあ、表情とかその態度っていうのも完全にこうヒールになりきってるので、まあ、これはもうやっぱ帝国としてはね、えー、今から唾つ,つけておくのはとてもね、えー、懸な判断にも思えるなっていうぐらい、えー、辻選手非常にヒールっぷりもね、えー、似合ってましたね。 はい、というふうに、まあ、すごい、こう、試合内容が良かったんですけど、まあ、肝心のね、あの、バックステージコメントがちょっとまだ上がっていないので、まあ、辻選手がね、試合後にどんなコメントしたのかっていうのはちょっとわかんないんですけど、まあ、本当にね、これからどんなデサンになっていくのかっていうのは、えー、楽しみでしょうがないなっていうふうに思いますね。で、おそらく、ま、成田選手がこう、3年で、え、外戦曲したことを考えますと、辻選手の外戦曲も、ま、早くても、あと2年ぐらいちょっとかかるんじゃないかな。それこそ、ま、2024年とか2025年ぐらいに、 え、なる気もするんですけど、まあ、それまでにね、えー、本当にどんなレスラーになるのかと、えー、このデボリューションピューレスニングのね、えー、辻選手の試合っていうか、海外遠征してからの、えー、辻選手の試合っていうのをこう、ちゃんと、ま、最初から最後までフルで全部ちゃんと見たっていうのが、えー、僕は今回初めてだったんですけど、まあ、本当にね、もう可能性の塊というか、幅が広いなっていうふうにえ思いましたので、ぜひともね、えー、今後の辻大田選手の活躍にはね、えー、期待したいかなっていうふうに思ってますね。そして、まあ、その前にね、多分 おそらくまずは海野選手がね、こう外戦局したい、外戦局すると思いますので、そちらにも注目したいし、もちろんね、ウー選手にも注目しているので、まあこう、成田タ選手がね、帰ってきた今、このヤングライオンたちが本当に全員帰ってくると、もう新日本プロレスというのもね、こう、激動の時代をね、迎えるかもしれないと、そんなね、希望を今回、辻選手の試合から僕はね、感じ取ることができました。というわけで今回のお話は以上になります。僕のころはこんな感じで、新日本プロレスに関するね、こう、情報なんかの動画をど 今度発信していきますのでぜひ、ね、チャンネル登録と高評価のほどえよろしくお願いいたしますと僕に話をしてほしいリクエストありましたらえ YouTube のコメント欄か Twitter の DM にね送っていただけますと動画あるいはブ部の方でねえ返答するかもしれませんのでえどしどしお待ちしております。はでぜひと会いましょう以上